今年度4回目の受験で合格しました庄司義久と申します。私は現在54歳、フルタイムで会社勤めをしております。北海道の地方都市に住んでいますが、伊藤塾のウェブで中上級講座を受講しておりました。ですから土地柄、仕事柄、介護、育児等家庭的な事情により通学できない、このウェブをご覧になっている司法書士を目指している方々にとって私のお話が少しでも参考になればと思います。私は受講開始の当時はただ闇雲に基本書、参考書、DVD などを買い漁り、分かったつもりで時間とお金の無駄遣いに費やしていました。ですから模擬試験や本試験で非常にばらつきのある結果が待っているだけでした。このままでは司法書士試験になんてまぐれでしか受からない、はるか遠い存在のようにしか思えず、撤退も考えていました。ところがたまたま伊藤塾のガイダンスを視聴する機会に恵まれ、勉強のやり方や方法論さえ間違わなければ決して受からない試験ではないとのことを知り、もう一度初心に戻って伊藤塾を信頼して頑張ってみようと思いました。また電話による個別指導もあり、不安を払拭してくれる制度もあるので、とても信頼のできる学校だと思ったからです。択一試験はすでに用意されている5択の中から答えを選べばよいわけですから、必ず答えが選べます。ところが正解の足を選ぶのが至難の業です。私が受講した宇津木先生の講座では、まず正解の軸足を選びます。この軸足は基本的な問題ですから、勉強すればおのずから解けます。私は宇津木先生がこれだけを覚えなさいという赤枠で囲った定義や論点のテキストを普段から持ち歩き、それだけを覚えようとしました。仕事中や休憩中でも常に花見離さず勉強してました。すると徐々に択一式の点数も合格点を取れるように安定してきました。先生には感謝しております。記述式試験はちょっと苦手でした。というのも何を問われているのかわからなかったからです。しかし今回本試験で初めて基準点を超え、本試験記述式の点数も上位 10% 以内で合格することができました。それも伊藤塾のおかげだと思います。記述式試験の講座は昼間先生、山村先生の講座を受講しました。昼間先生の講義では、まずは基準点を確保し、その上で合格点をもぎ取る講座でしたが、本試験を分析して戦略的に攻略する視点ができたのが良かったと思います。山村先生の講座でも本試験さながらの難問で鍛えられたおかげで、本試験の問題も時間内に完答することができました。本試験では直前期の記憶の作業などのまとめも重要ですが、まとめる能力も時間もなく、私は小山先生の講座を受講させていただきました。小山先生はバイタリティあふれる先生で、とても楽しく受講させていただきました。勉強って分かり出せばとても楽しいものだからです。最後にフルタイムで仕事をしていてよかったなぁと思うことは、まず時間が限られているので、余計な勉強や遊びなどしなくても よかったからです。限られた時間だからこそ勉強に集中できました。また安いですが月々に収入も得られます。お金はとても大事なものです。合格後も研修などでお金かかりますから、皆さんくれぐれも大切に。私は本年度合格しましたが、伊藤塾との出会いがもっと早ければ早く受かったのかななんていうこともふと思うことがあります。しかし
今年受かったのは今年受かる意味があるからだと思い、それを受け止めたいと思います。周りの人たちへの感謝の気持ちでいっぱいだし、常に相手をリスペクトしていきたいと思うからです。